ます。おや、はあ、はい、なかなか話題が浮かばなくて。やっぱりそう簡単にはいかないよね。イブさん、アヤさん、お疲れ様です。お二人とも何か悩み事ですか？マヤさん、お疲れ様です。マヤちゃん、ちょうどいいところに。ねえイブちゃん、マヤちゃんにも聞いてみようよ。そうですね、マヤさんならコラムも連載してますし。はい、何でしょうか？実はね、さっきまでトークで話す内容をイブちゃんと相談し合ってたんだ。ああ、アヤさんは MC としてお話しする機会が多いですし、イブさんはラジオをやってますもんね。はい、おかげさまでオールデイズ武士道の放送もだいぶ長くなってきたのですが、最近は話したいことを思いついても以前の放送でしたお話と似ていることが多くなってきたんです。特にフリートークは困るよね。パッと思い浮かぶのは自分の好きなこととか趣味のことだけど、もうどこかで話しちゃってたりするし。わかります、自分も機材のことばかり浮かんでしまいますね。好きなことって人にお伝えしたい情報も多いですし。私も時代劇のことなら何度でもお話ししたいです。この間のはぐれ剣閣人情伝のお話の時、イブちゃん本当に楽しそうだったよね。あの時の放送は本当に楽しかったです。でもリスナーの皆さんに喜んでもらうためにはいろんな話題があった方がいいと思うんです。ファンの皆さんもイブさんのいろんなことを知りたいでしょうしね。ただそうなると今度はどんなことを話そうか悩んでしまって。なるほど、その気持ちよくわかります。自分も長くコラムの連載をやらせていただいてますが、やはり回数を重ねるごとに話題を探すのが難しくなっているのを感じますから、日常を過ごす中でコラムやトークのネタになるような出来事なんてそうそう起きませんしね。だよね。ただそうですね、自分の場合は使えそうなネタがあればとりあえず何でもメモしておきますね。そういえばあやさんもたまにメモしていますよね。うん、でも後から見返すと何が面白くてメモしたのかわからないのがたくさんあるんだ。それわかります、自分もメモに意味不明な単語を走り書きしてること結構ありますよ。意味不明な単語ですか？例えばコラム連載を始めた頃に書いたたこ焼きかけるカバンというメモがあるんですけど、未だに何を指してるのか自分でもわからないんですよ。あるある、私もタケノコってメモ帳に書いてあって1時間ぐらい何だったか考えちゃったよ。皆さん話題探しには苦労されてるんですね。でもそういう意味不明なメモを作っても結局ネタにはなりませんから、最近はなるべくそうならないように気をつけてますね。例えば？マヤさん、ぜひ教えてください。自分の場合スマホで写真を撮るようにしています。写真ですか？メモなのに？はい、例えば外出先で見たポスターがネタになるかもと思ったらポスターを撮影して帰るんです。スマホで撮れば日付や時間、あとは位置情報も残るので、後で見返した時にあの日あそこで見たポスターだと詳細に思い出しやすいんです。文字だけのメモより格段に情報が多くなりますよ。すごい、それだったら私も真似できるかも。さすがマヤさん、見事なテクニックです。いえいえ、お二人の参考になれば嬉しいです。ねえ
まやちゃん、他にも何かやってることがあったら教えて。そうですね、あとは地味ですがメモ帳のサイズを工夫するとかですかね。メモ帳ってだいたいカバンに入れてると思うのですが、大きすぎると持ち運びに不便だし、小さすぎてもカバンの中から見つけづらいじゃないですか。ちょっとしたストレスがサボる原因になるのはよくあることなので、自分が一番使いやすいサイズのものを使うといいですよ。なるほど、すごいです。まゆさんは話題集めの達人です。そんなことはないですよ。ううん、どの話もすごく参考になるよ。はい、それにまやさんの今までの頑張りが伝わってきました。そうですか。自分でよければできる限り協力しますので、また何かあれば言ってくださいね。